まあ残念ながら肝心の施設がどこにあるかっていうのはまだ分かってないんだけどね。だがパスコードの一方が第一データ施設内部にあることは判明した。確か今はもう使われていないスメラギの施設だっけ。頑張ってアキラくん。私には何もできないかもしれないけど応援してるから。今はもう閉鎖されたスメラギのデータ施設。前に手に入れたデータによるとバタフライエフェクト保管施設に入るためのパスコードがここにある。絶対に見つけ出そう。アクラ君ミッション。おう、お前さんがいくつじゃの。ようやく来よったか。この辺をしけばりしとる連れから連絡があっての、子飼いにしてお前さんが来るのを待ちよったわけじゃ。その風貌、以前データを閲覧した覚えがある。確か名はバクト、どこぞのマフィアの初級幹部だったか。そりゃチートばかし古い情報じゃ。今は幹部じゃのうて頭張っとるもんじゃ。言うても前の構想でファミリーの大半は行ってしもうたかお縄になっとるけ、名目だけのお飾りもんじゃがの。おいじゃが
お前さんの弾さえ取りゃとっ捕まったもんも無罪放免、わしらの前もまっさらにしてくれるいう話じゃ。またそのパターン、スメラギの統治ってとことん腐ってるね。威勢がええの玉子ろ、おかみが腐っとろうが今わしには関係がな。ファミリー最高のためならわしは泥もすするし犬にもなる、それがわしの極道じゃ。コントラクト、パワー、わしのセプティマスパイラルで全身知事に逆連載や。行くぞ、ルロ。オーケー、アキラくん。はっ。強い。決めた。最強エグメーション。しまいじゃ。やりよるの。倒れん、これぞわしの道、トリックスパイラル、おい、つぶれや、おい、ぶち抜け、おい、打ち切れろ、仕上げじゃ、ダメ押し、いくぜ、うわ、しまいじゃ、これが報いか。敵は倒した。ロロ、たま…了解。ちょっと待っててね。なるほどね。お、これは…パスコード発見。やったね。これにてミッションコンプリート。つけているこれ限りだな。補修を繰り返して使っている。真っ白鎧。そっか、予備があれば私もブリッツダッシュでバビューって飛べるかなって思ったんだけど。あったとしても常人に扱えるものではない。衝撃で全身バラバラになってしまう。故に琥珀を抱えて空を飛ぶこともできはしない。残念だな。でも一応抱えて飛ぶのを考えてくれるあたり優しいよね、アキラくんって。返答を予測し先回りをしたに過ぎ、ロロの捕獲用フィールドを使えば多少浮くぐらいのことは可能だが。ほら、そういうフォローするあたりやっぱり優しいよ。そういうの、なんて言うんだっけ、ツンドラ？ツンデレではない。